いやごめんなさい、うまかったクルメイト高3です。ありがとうございました、ほんまに。またそっか、近いな。そこだったな、寺戸さんが無罪の可能性もあったし、実際無罪だったもんね。だからあの投票はあんま良くなかったよな。書店の話で自分の対抗でのすけさんあげるべきだったな。やべ、なんか助けちゃった。おお、ごめんなさい、アドミン全部使っちゃったんですけど、313です。やばやば、こいつスロース、こいつスロース、やばばば。いやでも、いや初手ボタン、初手ボタンなかったんで。もういいだろこいつって。いやいや本当に、カフェテリア3、ウェポン1、いやおかしくない、こいつだろ、エレキさん。こいつマットだろもう。正直に言えば許されるな。なんでだって、だって初手切るでボタンなくて停電入ってるよ。アドミン使い切るのもおかしいだろ、初手なかったんで。お前マットメイトだろ。マジボロクソ言われてるよ。桃水ピンクオレンジシュッシュッシュッ桃水ピンク。じゃあ下手になってんな、だいぶな。てか血液型占いまだ一回もやってないんですけど、今日あるないんですけど、水ピンクオレンジ青。これはこれはシェリフが切ってくれたってことでいい。シェリフか、シェリフが切った。どうなん、あ違うらしい。違う、じゃあ人外が教育的釣りを切りをしてくれたってこと。じゃあいいや、パン君の死にあります？ないです。ない、ないね。じゃあ迷宮入りでこの、あ待って、パン君、僕がカフェテリアで右所定湧いてタスク1個やってウェポンに行くときに右上にいました、パン君は。カフェテリアの、カフェの右上、はい、まあ、釣り予定だったし、殺してくれてよかったけどね。じゃあ、O2 とか、アドミンとかに。一応ね、右に行ったのが僕とセルフィー、僕はセルフィーさんしか覚えてない。セルフィーさんと僕がウェポンちょんちょんやってましたね。あ、そうなんや。そうですね、はい。僕多分ね、O2 かなんかでタスクした後ナビゲーション行ったらセルフィーさんが来て、2人でナビゲーションタスクした後、僕はシールド下の方抜けてます。シールド、なんてっけ、ストレージで先端さんとすれ違って、はい、その後トータスさんともすれ違ってますで、はい、アドミン、そうそうそう、給油してました。アドミン前通路ぐらいで終わってます、僕確か。だから僕多分キル位置結構むずいと、ないと基本的に。下へパンク行ってなかったら、うん、左へ行ってなかった。左かカフェかぐらいに考えていいと思いますけど、左かカフェ。エレクトリカルの中でずっとサンシアさんと一緒で、はい、で、はい、僕右へストレージ方面から上がってるんですけど、はい、その時にサンシアさんは左へ行ってるんで、サンシアさんのそっからによってはあるかな、はい、エレク株エンジンセキュリティルームのタスクで終わってます。その間に下はありませんでした。うん、っていうぐらいだ。はい、うん、原子炉とかアッパーエンジンで死んでたらわかんないです。右に直した人は、はい、あるです。はい。他の方の死人は死にじゃない、最終とか。昨夜もアドミンで大勢直してからライト到達センターを確認して、はい、カフェ行ってましたから下がいて終了。ですね。テラゾさんは。テラゾアッパーエンジンからカフェウェポンと行って終了。ウェポンに入り口ぐらいかな。マシャさんがボタン待機してるのを見つつウェポンに行った。あでもこれは。じゃあ僕とテラゾさん。うん、あ、ドラする？そういうことか。うん。どっちかっぽい。けど、
エアシップよりもより釣り意識低め。まあ、エアシップがね、あの、出た時から言ってるけど、エアシップは釣り意識高めで、スケルドは低めでね、言っていいよね。立ち回りで勝てる可能性があるから、まあ、それで負ける可能性もあるんだけど、うまく連携がいってないと。めっちゃ死ぬな。早っ。早いな。リアクター入った時にはもう死体がありました。マシャ。サンシャさんって光らんかったん？え、見逃した。光ってないとも多分じゃあ。いや、切ってはない。サンシャさん切ってはない。絶対。それは言えます。で、アッパーエンジンの方からカフェテリアの方に抜けていくトータスさんを見てはいるんですけども。うん、あ、僕もそれはありましたね、カフェテリア。どうなるの、キルクル的に。キルクル的に。あ、分からん。あんまり俺。リアクター鳴ってる時にアッパーエンジンからカフェテリアが。あ、俺も戻った。うん。2人ぐらい行ってたから。西田やった？今回のキルってのすけさんしてサンシャさんできないですよね。できない。サンシャくんも俺無理やと思う。まあ分からん。あ、まあ無理やと思う。どういう状ですか？僕行ったら、スタイとのすけさんが立てて、1秒経ってレポートぐらいだったんですけど、で、サンシャさんは十字路のところに立ってて、そうで、十字路からリアクターに行って、レポートスルーしたから、と思って、一瞬止まった感じです。のすけさんは、カメラ見てたんですかね？いや、僕は普通にもう一緒に入りました、サンシャ君と。一緒に原子炉入って、僕は見えてるんですよ、目の前に死体があって。ただ、サンシャ君が無視して上行ったから。見えんかったなぁ。だから、ああ、まあ、それだけです。ちょっと怪しいかもしれないけど、俺も。はぁ、あ、サンシャさん目線、僕は弾きますよね。多分弾いて、ちょっともう自信ないし、ちょっと本当に。僕の経路がカフェからメッドベイでタスクした後、アッパーエンジンに入るときに、一緒にサンシャさんとアッパーエンジンの方行ってます。ね、その時にトータスさん、アッパーエンジンの方からカフェの方に抜けるトータスさんとすれ違って、それはリアクター中です、ちなみに。で、原子炉行ったら。うん、いますね。そこで、アッパーエンジンでライトトータスがいて、トータスさんは、カフェテリアの方に行ってのを確認してます。今回、テラスさん、白取れます？取れないと思います。最後、誰にも会ってないから。初手ストレージです、テラスさん。うん、ストレージからエレキでタスクしてるんで、サンシアさんと寺田さん初手容疑者なんで、どっちかつっていいと思います。ローラスするエラサンシアさんいます。じゃあ寺田さん最終エレキに消えないですよ、今回のターン。消えはない。だからマットベイ、メットベイがマットベイ、ダブルキルはないな。だからもうマットベイかマットベイ、だからもう寺田さんです。マットっぽいけど初手切れの話でつっていいかな。内部、内部、内部。サンシャさんがキルできないっていう話なの？うん、僕はできんと思う。とりあえず初手のローラー続行するとして、うん、テラドさん釣りで今日は。で、あと、もう一人の。サンシアさんマットで見るしかないのかな、じゃあ。俺視点、サンシアさんマットで釣れてて、二人残ってるから負ける。マットで見たら、サンシアさんマットだったら初手切る誰がやってるんですか？テラドさんしかいないですよ。マシャガリさんが。だからサンシアさんができないってことは、サンシアさんインポスターで、今回はやれなくて、相方がやってるってことになるでしょ。いや、でも2キロ入ってるよね、今回。2キロ起きてて。そもそも最初のキルがサンシアテラゾっていうのは、僕あんまり納得してないんですけど。そこまで、固められる状況だったんですか、あれって。もう、抗わないでください、ここは。もう、サンシアさん知ってる以上。この話はね、抗わないでくださいは、せんって怪しく見えちゃう。なんでですか？だって、初手って全然語られないと思うけどな。前提でも話す、進めるしかないんで。バン君が左に行ける前提の話だと思う、これは。のすけさん、のすけさん、サンシアさんはどっちからどっちに来てました？どっちからどっちっていうのは、どこの話？十字路の話。上から下、一緒に僕、アッパーから行ってるって話。僕、サンシアさんとすれ違ってないと思うんですけど。サンシアさん、なんかね、メッドベイとかにおったんかな。
マットベイ、まあ、マットベイなんで彼はメットベイ、メットベイ、マットベイ、もうこれ分からなくなってきた、絶対無理だと思うけどな。僕目線は切れない、切るとしたら原子炉リアクターの上にセルフィーさんがいた場合のみですけども、薄い気がします。うん、セルフィーさんの死ないですもんね、みんな、うん、ないよね、ない。あの今日僕釣りで構わないんで、絶対に次すぐボタンを押してください。で釣りに移行してください。僕はサンシアさんがインポスターだと自信を持てないので、サンシアさんマットで見た方がいいのかなって思ってます。インポスター生き残ってると次で殺されて終わると思ってるので、ボタンだけは絶対押してください。それだけは僕が望んでることです。リアクター行きます、はい、あ、違う、僕ボタン押す、何の一票だ俺は。ボタン、ボタン押せる人いますか？押せる人。センターさん、ライトさん、のすけさん。押せます。じゃあ僕、残ります。頑張れ。リアクターお願いします。のすけ。所定が。内房、おー、内房押せた、釣れてるんじゃないかな。あともう一、まあダブルキルの時の話ですかね。とりあえず、そう、ダブルキルの話しましょう。ダブルキルの時の話やったら、R サクヤのどういう経路か、センターさんも、僕はセンターさんの名前がギリ見えないぐらい後ろついてます。どこから？アッパーですね、カフェアッパーで、僕サイドすごく十字路で割ってます。センターさんもアッパーからですか？僕は、O2 に、作屋さんと行って、そこで別れて、ウェポンカフェ。で、カフェの時に、メッドベイ方向からアドミン方向に行く、トータさんとすれ違って、アッパー、十字路。で、十字路の、真ん中からサンシアさんが、リアクター、十字路行って、十字路入ったらノスケさんが下へと立ってて、サンシアさんと一緒にレポートって感じでした。ダックイヤマさん、そう、ウェポンカフェ待機でおしまいです。あ、ライトはトータスさんと、アッパーエンジンで別れた後はもうエレクトリカルのタスクまで行ってて、うん、で終わりって感じです、うん、なんで、しかもフォンガンにまさかに緩和したからは合ってないんですよね。僕目線セル…ちょ、何だっけ、マシャさんのキルに関しては、先端さん、酒井さん無理。ライトくん。トータスさんがライトくんで言うと、ライトくんの方ができる位置ではある。うん、とは思う。基本的に。トータスさんは無理だと僕目線も思います。これさ、ライトくんから無理が出せるよ。うん、あるとしたら、R くんはどんな感じ？いや、絶対おかしいと思う。俺は。いや、僕はトータスさんとカフェテリアですれ違ってるんで、先端さん後ろにいるのは確定です。違う、トータさんと合ってますか、R さん。トータさんは合ってますか、R さんと。覚えてない、これだからもう。あ、僕、じゃあ、シェリフです、僕。合ってます。あ、じゃあいいや。あ、はい、あ、じゃあ、合わせますよ、R さんに。いや、僕、のすけさん釣りたいけどな。ほんまに言ってる？立ってたんでしょ、ほんまに言ってる。じゃあ、ちょっと拒否する。え、間違ってたら申し訳ないけど。いや、ライトさんの方これは釣りたいけど。いや、ごめんなさい、うまかった、クルメイト。降参です。ありがとうございました、ほんまに。いや、うまかった、これはクルー。マジか、いや、詰められるのか、これ。何？終わらない。マットっぽいっす。重いですね。うん。まあでもライト君しか残らなくないですか？ライト君しか残ってない。うん。それってそのキルがのすけさんってことなんじゃないですか？いや、初手キルがやっぱサンシャさんの寺蔵さんで、サンシャさんキリののすけさんマットのライトさん、ライトのすけインポスターのサンシャさんマットが一番説明ありそうですけどね。サンシャさんマット逆かな。で、初手切りどうなります？僕は違うんで、だからそうですよね。初手切るだから僕が弾けるのは先端さんと作屋さんのみなんですよね。初手はライトさん関係ないと思ってて、
三者さん、寺蔵さんが筆頭ではあるけど、ノスケさんがギリいけるかなぐらいにいっちゃうと思うんですけど、うん、だからノスケさんの配役は僕は分からないんですけど、僕じゃないんですよね、本当に。いや、あれクルージャーあんなこと言わないと思うんですよ、まあ、マットは。うん。人外確定だと思いますけど。分かんない。はじょ。だから、そうっすね。のすけさん、インポスターじゃないんですか、普通に。死体の前で立ってたっていうのは。先端さんの話が、せいなのであれば。僕はトータスさんは弾けるんですけどね、そのもう情報的に、マシャカリさんのキルに関して、うん、で、トータスさんと僕自身もマシャカリさんを見てないんですよ、左で、うん、うん、あの先端 R トータスさんほぼ白出てるから、ライトさん打って終わんなかったら僕をあのセリフで切ってくれればいいんで、まあそうですね、うん、あの僕じゃあセリフで切ってもらって、いや逆あ、逆か、サックンを切るライトさん伝わらなかったら僕切れば役らしいと思います。あ、いや僕はだから違うから、僕釣ったら負けるんですよ、これ。わかんないわ。いこれね、僕釣ったらね、僕が負けるんですよ。あ、よかった、もう。よかった。頑張った、頑張った。いやー、ごめんなさい。よかった、もう。ライトさん。よい。もうすっげーやばいだろ、これ。俺ずっと赤言うたやん。なんであんなこと言うんだよ。なんでクルーであんなことすんだよ。やばいやばい。楽しんでねえか。マジで性格悪いわ。トラウマ植え付けよう思って。いや、もうちょっと。いや、大人だ。やばいやばいやばいやば。マジで性格悪いわ。普通にマットじゃん。なんで、わかりやすい。普通にマットかな。なんでナチュラルマット2人いんのかよ。いや、でも分かった。そういうことか。最初は、あれか。10秒だからアドミンがなくても死体詰められるってことか。